エスタジオドモルンビーことエスタジオシーセロ・ポンペウジ、トレドはブラジルサンパウロ州サンパウロにあるスタジアム。モルンビのスタジアム、1970年1月23日の航空写真。サンパウロ有数の高級住宅街、モルンビーに位置する地元のサッカークラブかつ、名門クラブのサンパウロ FC のホームスタジアムであり、約8万人が収容できる。これは、 ブラジル国内において、エスタジオド・マラカナンに次ぐ大規模のスタジアムである。なお1977年には138,032人の観客を収容した記録がある。ブラジルで最大の都市であるサンパウロにおいて最大の観客収容数を持つ施設であることから、過去にクイーンやマドンナ、ポール・マッカートニーやジャスティン・ビーバーなどのアーティストのコンサートも開催されている。 サンパウロを本拠地とする SC コリンチャンスパウリスタと SE パルメイラスの2つのクラブは、いずれもクラブ所有の本拠地はあったものの、収容人員がブラジル全国リーグ一部の他のクラブのスタジアムに比べてキャパシティが少なかったため、パカエンブサッカー場を本拠地としていたが、当スタジアムでもホームゲームの一部を開催した事例がある。現在はコリンチャンスがコリンチャンスアリーナ、 パルメイラスは、エスタジオパレストライタリアを増築により建て替えた、アリアンツパルケにそれぞれ本拠地を移しており、モルンビー、パカエンブからは共に撤退している。主にサッカーの試合会場として使用されるメインスタジアムの他に、サッカー専用の練習用グラウンドやクラブハウスがある。選手や関係者専用の駐車場のほか観客向けの駐車場もある。 スタジアムのパノラマサンパウロ FC の母体である高級スポーツクラブの本拠地でもあるためサッカー用施設以外にも陸上競技用の施設やプール、スポーツジムやレストランなども完備されている。また、クラブ会員専用の駐車場も完備されている。サンパウロの中心地からサンパウロ地下鉄4号線のサンパウロモルンビー駅のほか、路線バスやタクシーによるアクセスが可能である。また 自家用車やレンタカーによるアクセスも可能であるが、カンピオナーとブラジレーロの試合が開催される際には、周辺の渋滞や駐車場の混雑に注意が必要である。ありがとうございます。